服部半蔵忍者隊演武の国者拍手場
微笑みを穏やかなるこの海のごとく言うなきの全羽根き当たるこの刹那自衛隊に駆け抜ける我こそが伊賀天の宗主徳川十六神将鳴海合衆が棟梁にして鬼の半蔵と言われしは服部半蔵正成じゃ我ら服部半蔵忍者隊ここに出陣さあさあ皆さん改めてようこそ名古屋城へようこそようこそお越しくださりましたシートのここに一つ見たい問いたいことがござる。我のことを初めて見たよっちゅうもの正直に手を挙げてみ。はい、はい、元気であげてくれてありがとうの。さあさあさあ、まあシートのちらほらやはり知らぬ者がおるからの。はじゃが改めて我が隊の紹介をいたすというのはおる青と。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は愛知のさまざまな観光地でございましたり、武将観光魅力を皆様に発信すべく現世にて愛知の観光 PR 隊としてよみがえり申した忍び衆にございます、うん、主にここ名古屋城拠点に毎日任務をいたしておって、あ平日でございば写し絵を撮るなどのおもてなし、土日祝日はこのように侍忍者ショーを皆様にお届けしております、うん、でこれら以外にもさまざまなものを扱ってもらう任務をいたしておって、例えば現世の SNS なるものじゃの X、Instagram、Facebook、YouTube、そして TikTok、こちらの5つも任務をいたしております。ちなみに一つ聞きたいことがございます。あこちら5つの SNS フォローしておるよってこと、我らのことエングレンしてくださるよっていう方してくださっておる。あらさあほとんど手が上がらん。あら全然手が上がっとらん。ゆえにもしっていうかもうお願いいたす。侍忍者賞を終えた後はからくり聞いて服部半蔵忍者サイト検索し、あエングのフォローよろしゅお頼み申しますね。よろしくお頼み申す。さあ続いては我らの剣前にてお主らを鼓舞いたす。白虎時とご覧あれ。正しき心忍びたるもの忘れはせん。心に刃つらくとも共に生きる民のため笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊ここに出陣さん。いいよ。いやでは
いざ一つ二つ三つ四つ五つ六つ七つ八つ九つさあ、この後は名古屋おもてなし武将隊による演舞じゃ。しかとその目に焼き付けよ。それでは皆の衆また会おう。さらばじゃ。ありがとうございました。